今日はイタリアにあるピサの斜塔のチャッコービー、斜めに立っていることで有名だよね。疲れてるの？鐘を鳴らすと傾斜に影響が出るからスピーカーから流してるらしいよ、うん、立ってんのギリギリじゃん。終電のサラリーマンか。疲れたんなら寝かせてあげればいいんだわ。眠れ眠れ。うそー。ふでたま YouTube 公式グッズ